先生こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日もですね質問があるんですけれども、はいはい、よくあの占いとかっていうと、うん、スピリチュアルだったり金運だったりね、うん、ありますよね。そして、まあ、パワースポットとかね、パワースポットっていうと、はい、また神社で、うん、こう参拝するのもご利益のためとかね、はい、よく言いますよね、はい、でもそれってあの、まあ、パワースポットでこう気にしがみつくあるじゃないですか、うんうんうん、そもそもご利益っていうのは先生はどのように考えてますか、うん、そうあのねこのご利益っていうのは、はい、すごくこれ難しいんですよ実は、うんね、例えばねこうよく神社に行って、はいね、ご神木にしがみついたらご利益があるとかさ、うん、そういう話あるじゃないですか。そう思ってる人が多いですよね。そう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 、うん、で例えばまあこのスピリチュアルとかパワースポットっていうのは、はい、江原さん、江原さん、そう江原さんの登場によって、まあ、これが非常に加速したんですけれども、はい、でもよくよく江原さんの話を聞くと、うん、ご利益っていうのは奪うものじゃないんですよね、はい、奪うものじゃない、奪うものじゃないんですよ、はい、ですから例えばご神木にしがみつくっていうとどうなるかって、はい、みんながしがみついたら根っこ踏むじゃないですか、うん、あ確かに近づけないですね。そうで木の皮が剥がれていくでしょ、はい、ってことはこれ奪ってることになるじゃないですか、うん、木からパワーを、はい、でじゃあこの人から奪うことをご利益っていうのかって、うん、それ泥棒ですよね、はい、ね、確かに泥棒ですね、強盗でしょ、はい、だからそれはご利益じゃないじゃないですか、うん、でだからこのねご利益の考え方を考えなきゃいけない、はい、例えばねご神木にしがみついたら、うん、例えば今までねなんかいろいろ病んでたり苦しんだりとか、はい、そういう思いがこのしがみついたことによって確かにねご神木ってほらその要はもう何十本何百本とある中から選ばれしき木なんですよ、はい、ね、うんうん、そうですね、だってそれだけが一番大きいわけです、はい、他にもあったはずなんです、うん、でも淘汰されてそれだけが大きくなったってことは、はい、その土地に何かやっぱりあるわけです、はい、だからそこをパワースポットって言うんだけど、だからパワースポットに木が生えてたらそれがでかい木になってご神木になったっていう、はい、だからこれって辻褄合うでしょ、はい、だからその地に行けば当然地場であったりとか、うん、いろんなもののやっぱり恩恵っていうのは受けると思うんです、はい、でこれをご利益といえばご利益はい、でしょ、うん、じゃあそれをやったらどうなるかっていうと、例えばご神木っていうのはねなぜそこに残っているのか、でこれはそういう木のがあるから残っただけではなくて、はいはい、例えば昔で言うと戦がある、うん、その戦のために城が築かれる、はい、でその城を築くときに大きな大木が欲しいと、うん、でその君主が傲慢で、はいね、あの木を、ね、持ってくるんだって言ったらいくらそれが神社にあろうが、で、その、切って、持ってきて、城の柱になる。ああ、そういうこともあるわけですよね。よくでしょ、はい、っていうことがある。例えば、道が通ると。はい、すると、このね、ご神木が邪魔だと。うん、それを切れと、はい、いうこともある。ね、で、あともう一つ、はい。もしこういう今みたいに、そのご神木にしがみついたらね、パワースポットがあると、あ、パ、うん、あのエネルギーがあると。うん、いうのが100年前の人たちがそれをやってたとしたら残ってると思う、うん、残ってないですよ、ね、ないでしょ、うん、ね、っていうことは今ある木は、うんね、過去の人たちがいろんな問いかけ自分に対して、うんはいね、これをね、いわゆる伐採していいのか、うん、道を通すから邪魔だって言っていいのか、うん、例えばね自分だけのためにエネルギーを奪っていいのか、うんはい、いろんな問いかけが多分ね何百億人っていう、うん、今までほら1000年経てば何百億人です、おそらく。そうですよね。ね、でその人たちが、ね、問いかけられてそれを自分だけのものではなくて後世に残すために触らなかったわけじゃないですか、うんうん、なるほど。じゃあその今のこのご神木って、うん、いろんなものからこうなんか勝ち残ったじゃないけど、うんまあ、例えばその人が伐採だけじゃなくて、うん、あのあれもありますね、台風だとか地震とか、 それにも耐えて生き抜いてきた木がご神木なんです。ご神木なんです、うん、なるほど。ね、ですからこれを触ると確かにご利益はある、うんはいね、でもそれを触ってしまうことは奪うことになる、うん、じゃあ奪うのと例えば商売で利益が上がるのとは違うでしょ。はい、違いますね。銀行強盗に言って利益が上がったっていうと、うん、いや、おかしい、ね、おかしいでしょ。じゃあそもそもいきますよ、ここです、商売において利益ってどういう考え方か、はい、よくある商売って利益をね、うん、残すとか、はい、で利益を上げるとか言うでしょ、はい、でも本当の利益とは違うんです。違うんです、ね、利益はこちら側が、ね、利益を上げるんじゃなくて、うん、実は利益はお客様に与えるものなんです。利益はお客様に与えるもの、はい、つまりね、うん、例えばここにいるある商品があります、はい、この商品の価値は1万円だと、うん、
それを5000円で販売するから売れるんですよ、うんうん、あ、価値があるものを それ価値のよりも安く提供する、そうから得をするってことですね、お客様が。そう、お客様が得をするんです、はい、だからそう、じゃあ皆さんね、例えば何か買うときに、はい、ね、これを買うって決めたって買うじゃないですか、うん、それって自分の欲とかいろんなものを満たすから買うわけでしょ、はい、ってことは利益があるから買うわけでしょ、うん、ああ、そっか、ね、例えばね、100円しか価値がないものを5000円で買う人いる？買わないです。買わないでしょ、はい、ってことはね、利益とは与えるものなんです、うん、与えるもの。そうだから、よくね、神様になりたい、私は神様のような人になりたいのっていう人が神社でご神木にしがみついてたら、これおかしいんです、うんうん、だって神様のようになりたいってことは、神様は我々人間にご利益を与えてる、はい、自然の恵みを与えてる、うん、つまりね、ご利益は与えるものであって奪うものではないんです、はい、ね、だからご利益の考え方っていうのをね、ご利益はいただくものだと思ったら、いつまでたっても神様のような人にはなれない、うん、でも本当に神様のような人になりたいのであれば、はい、あなたが周りの人たちにどれだけ利益を与えきれるか、利益を与えきれるか、そう、これがご利益なんです、はい、なるほど、そうなんですね。そうですからね、どこに行ったら利益があるかとかどうかとかではなくて、どうやったら利益を与えられるか、そういう人間になったら必ず利益は返ってくるんです。利益が後から返ってくるってことですね。返ってくる、うん、だからご利益がある場所を探すんではなくて、うん、ご利益を与えられる人間になることがご利益なんですよってことです。だから先に与えるってことですね。そうです、ご利益は。そう、うん、ね、まあ、そのようにね、まあ、するにはまず自分がね、真がしっかり学んで、うん、そしていろんな人たちに与えられる、うん、まあ、そういう人間になる、まあ、これをね、人っていうんですね、はい、そう、人とは二人って書くでしょ。はい、そうですね、一人は自分、うん、まず最初に与える利益は自分です。最初に与える利益は自分。そう、自分に利益を与え、はい、つまり自分を愛するってことです、うん、そして多くして、まず近く隣人を愛し、で広く多くの人を愛する、これが仁なる生き方、うん、ですから天皇陛下の名前には全てこの仁っていう字がついてるんです。ああ、なるほど、そうですよね、そう言われるとね、はい、そういうことでね、皆さんもぜひですね、ご利益は奪うものではない、はい、与えられる、あなたにご利益があるんです、はい、つまりあなたがパワースポットになるってことです。なるほど、じゃあ歩くパワースポットですね。そうですはい、ということで、もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。